こんにちは、オレンジシフトの谷です。今回は視点が尖った矢印で4つのバリエーションを作成していきます。同じ写真で作業される方は概要欄のリンクからダウンロードして利用してください。まず矢印の元になるカーブを作成します。ペンツールを選択します。コンテキストツールバーのスマートモードをクリックします。支点、中点、終点になるように3つの点をクリックして曲線を作成します。後で修正しますので、ラフな状態のままにしておきます。線の設定を表示させた時に線が見えるように画像全体を少し右に移動します。コンテキストツールバーの線の設定をクリックします。幅を70ポイントぐらいにします。終了位置をなしから曲線上に変更します。オブジェクトとともにスケーリングにチェックを入れておくと、後から作成した矢印の大きさを変更したときに線の太さや矢印の大きさが追従されるのでおすすめです。部分的に線の幅を変更するために筆圧をクリックしてグラフを表示させます。左のポイントを下に移動させます。線の始めの部分が尖った状態になりました。中央付近をクリックして新しいポイントを作成します。このポイントをドラッグして太さを調整します。線の形を微調整するためにノードツールを選択します。ノードをクリックすると曲線を調整するためのコントロールハンドルと呼ばれる小さな丸いポイントが表示されます。このハンドルをドラッグして丸みを調整します。矢印の部分のコントロールハンドルを調整すると曲線の向きと一緒に矢印の向きも調整できます。境界線の色をクリックして赤色に変更します。作成した矢印を複製するために移動ツールを選択します。コントロールキーを押しながら矢印をドラッグして複製します。グラデーションの色を変更するためにグラデーションツールを選択します。コンテキストを境界線に変更します。タイプを円錐形に変更します。グラデーションを回転を何回かクリックして色が切り替わっている部分を下に移動します。矢印のそばの青い線をクリックして色を設定するポイントを追加します。カラーパネルで青い色を指定します。続いて上部のポイントをクリックします。カラーパネルで赤紫を指定します。最後に矢印と反対側の線の支点部分にもポイントを追加します。カラーパネルで赤色に設定します。
色を確認するときには青いガイドを一時的に非表示にしたいので、キーボードのスペースキーを押しっぱなしにします。赤い矢印を複製するために移動ツールを選択します。コントロールキーを押しながらドラッグして複製します。矢印の左右を反転するために重ね順メニューの左右反転を選択します。ドラッグして位置を調整します。レイヤーパネルの FX のボタンをクリックします。アウトラインを選択して半径を20ピクセルくらいにします。アウトラインの輪郭を尖らせたいときは行揃えを内側にします。今回は外側に戻します。また後で矢印の大きさを変更したときに半径も一緒に変更したいので、オブジェクトとともにスケーリングにチェックを入れておきます。閉じるをクリックします。移動ツールを選択してコントロールキーを押しながらドラッグして複製を作成します。もう一度コントロールキーを押しながらドラッグして複製を追加します。最後に複製した矢印を選択した状態でレイヤーパネルの選択されている部分の FX をクリックします。塗りつぶしの不透明度を 0% にします。閉じるをクリックします。もう一つの矢印を選択します。レイヤーパネルの選択されている部分の FX をクリックして設定を開きます。アウトラインのチェックを外します。閉じるをクリックします。スナップ機能をオフにします。ドラッグで矢印の位置を調整します。後で移動するために両方を選択します。重ね順のメニューからグループ化を選択します。こうしておけば後でドラッグした時に2ついっぺんにドラッグすることができます。もし後からノードツールで矢印を変形する必要があるときはリンク複製が必要です。詳細が知りたいときには備考欄に記載してあるアフィニティフォトで半ズレ文字リンクパネルの使い方を参考にしてみてください。以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた。